聖書を拝読いたします。出エジプト記20章15節です。盗んではならない。アーメン。インマヌエル聖歌隊の賛美と西オーケストラの演奏の後、愛する道会場先生の代わりに連合神学校정구영복씨가학가이용가임의메시지를드리기맙스아멘아멘우리가제8계명에대해서나의학가이에대해서数時間にかけて今調べています。盗んではならないというのは大きくは2つに分けて説明できると言いました。まず第一は人間と人間との間の盗み、肉的な盗みと言えるでしょう。その次は神様のものを盗む場合です。人間が神様のものを盗む場合ですね。霊的な意味の盗みです。前回に少し説明しましたが、終わらなかったんですね。ですから今日までそのようにしてこの第8回を終わらせたいと思います。で、霊的な盗みについて道会長先生は大きくまた4つに分けて説明しました。そのうち前回は第1、10分の1と奉納物について説明しました。前回は10分の1については説明しましたが、そこで終わりましたね。ですから今日は奉納物の面から調べていきましょう。マラキを見ると、私たちが神様のものをどうやって盗むでしょうかというと、神様が10分の1と奉納物について説明してくださいました。前回10分の1は説明しましたので、今日は奉納物について一緒に考えていきましょう。奉納物とは、神様に10分の1以外に、10分の1献金以外に神様に感謝して捧げる全て の捧げ物のことです。例えば今日主日礼拝ですが、皆さんはただで来られなく感謝の献金を持って来られましたね。で、レビ記を説明すると、全書の生贄、全書の生贄が出てきますが、それが私たちが今捧げているそのような感謝献金、感謝の捧げ物、それに例えられますと説明を聞きました。どうして私たちは毎週感謝献金をするんですか。まずは私たちは救われたからです。地獄に行くべきものだったのに天国に行くようになりました。そして神様の子供とされ、たっとい使命を私たちにくださって報いを積んでいくようにするから感謝です。そして私たちが、思いもよらなかった試練とか苦しみに遭うとき、そのとき神様が私たちに全てを働かせて益としてくださる。それで結局は良い実を結ぶように導かれることを私たちは信じているから、感謝の捧げ物を今私たちは捧げているのです。そして来週は収穫感謝祭ですね。で、このようなとき、特別な礼祭があるとき、私たちが感謝献金をしますが、それも奉納物の一つです。そして心の願いがあるから捧げる場合もあり、建築のために、あるいは施しや選挙のために捧げる献金があります。この全てが奉納物にあたります。マラキに書いてある。ほとんどの場合、特に私たちの教会は10分の1献金をどうしてしなければならないのかしっかり学んでいるから、初心の方以外には10分の1献金をしない方はいないと思います。で、実は10分の1献金は救いとも関わっているから、実は感謝の心で捧げるべきですが、恐れて捧げる方もいるのはいると思います。しかしその他のこの奉納物についてはかなりケチな心になることもあるのありますね。神様に献金をしようと思っている時、10分の1は例えば救いに関わるから恐れてでも捧げますが、その他の捧げ物についてはやむを得ず、捧げたりする場合もあります。それはどうしてそうなんですか。その心を神様への愛と天国への希望で満たせず、財物や、つまり世の欲で満たしているからです。もちろん初心の方はよく知らないから献金をしない場合もありますが、あるいは少なくしても、それはまた初心の方の信仰ですが、かなり信仰性
生活をして霊的な原因を学んだのにもそのようにやむを得ず捧げたりする場合は自分の心をどこに置いているのかということから始まると思います。教会に通い始め20年30年も経っているのに献金をすることにまだ自分の心がケチなそのような心ならばちょっと考えてみなければなりません。自分の心は神様の愛、天国への望みで今満たしているのか、財物への欲あるいは世の欲で満たしているのか、それを顧みなければならないと思います。だからといって十分の一と奉納物について説明しているからといってたくさんの金額を捧げなければならないということではありませんね。新約聖書を見たらレフタはどうか2つを捧げたヤモベのことがありますね。レフタどうか2つを捧げたのにそのヤモメはイエス様に褒められました。彼女は貧しい中で自分の全てを捧げたからだと説明してくださいました。レフタどうか2つは本当に少ない金額ですが神様は全てをお受けになりました。でこれに比べてたくさん捧げても神様から責められた場合もあります。前回の説明で神様の宮を浄化されたイエス様のことを説明しました。でその人たちはいろんな墓とかその部分までも全部十分の一を捧げているのに神様がそのイスラエルの民を苦しめてそのお金をそのように取ってきて捧げるのは喜ばれないと言いました。で神様が祝福してくださった収入ならいくらでも神様にたくさん捧げることはできますね。例えばダビデ、イスラエルの王の中で今まで一番愛されている王ですが、ダビデを見たらダビデの物質感がどうなのか私たちは知ることができます。クリスチャンの中では物質を追い求めようとするのは罪だと思う場合もあります。例えばイエスを信じるならお金持ちになってはならないと思う場合もあるのはありますが実はそうではありません。物質をどのように儲けてどのように使うかそれによって変わってきますね。ダビデも詩編に何と言ったかというと私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいますとあります。つまり彼は里しの道も楽しんでいましたがやっぱり宝も楽しんでいたということです。実際ダビデは物質がたくさんありました。イスラエルの統一王国の王になった後たくさんの戦争がありましたが神様が導いてくださり勝利しました。するとその分取り金をたくさん得るようになりましたね。それでダビデはどうしたんですか。それを集めて自分は建てることができませんが自分の息子ソロモンが神様の宮を建てるために準備しました。それで第一歴代22章を見ると息子のソロモンにそういうことを書いてありますね。第一歴代史22-14ご覧ください。みなさい、私は困難な中にも主の家のために金10万タラント、銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄はあまりにも多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしいと書いてあります。私たちはこのタラントというのはよくわからない単位なのでよくわかりませんね。金10万タラント、銀100万タラント、どれくらいなのかと。で、これを現代のお金に換算したら、大体6億円ぐらいですね。約60億ドルくらいのお金だそうです。ですから、たくさんの財産を持っていましたが、この全てを神様の宮のために用意して捧げるということですね。ダビデは宝も楽しんでいるというふうなニュアンスで詩編に書いてあります。詩編119-14、私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいますとありますが、ダビデはその
もちろん第一はサトシの道、次に宝も頼んでいましたが、その全てを神様に捧げたということです。また第一歴代書29の9を見たら、ダビデは神様に捧げるとき褒めたたえながら捧げました。それから感謝して捧げました。そしてへりくだった心で捧げました。例えば第一歴代書29章を見ると12にこう書いてあります。第一歴代書29-12ご覧ください。富と誉れとは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのですと、へり下った心で今告白しています。そして14節を見ると、誠に私が何者なのでしょうか、私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで裂かれる力を保っていたとしても、全てはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎませんと。今私にある全てのものは神様がくださったということです。ですから主を褒めたたえて喜んでへり下った心で捧げているダビデ、これが奉納物をどのように捧げるべきなのか、低音になる姿です。次にエリシャを養ったシュネムの女性がいます。それは第一列王記4章と8章に書いてありますね。第二列王記、このシュネムの女性はエリシャのことを神様の人だとすぐ分かったので、シュネムを通るたびに他のところじゃなく自分の家にエリシャのため の場所を備えておくから、そこに寄って休んでくださいと言いました。ですからエリシャはそのシュネムの町を通るたびにその家に行って泊まったんです。それで後でエリシャはこの女性にちょっと報いようと思って、何か欲しいものがあるかと聞いたら、その女性は自分は裕福なので何一つ乏しいことはありませんと言いました。しかし後でエリシャは自分に仕えていたゲハジにその家には子供がいないということを聞いて、彼女に子供ができるように祈って子供が生まれました。でその後しばらくしてこの息子が育ったんですが、ある日、小さい時だったでしょうが、畑に出ていて突然家に帰って、私の頭よとして、結局どうしたんですか、病気になってその場で死んでしまいました。しかしこのシュネムの女性はその自分の息子、死んだ息子エリシャのところに行って、エリシャが祈ってくれ、エリシャに祈ってもらって、結局その子供は生き返られました。そのようなことが書いてありますね。エリシャがそのシュネムの女性の子供まで生き返らせてくださったことがありました。その後のことです。第二列王記8章1からご覧ください。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされるので、この国は7年間飢饉に見舞われるからと言いました。そこでその女性はエリシャの言うことに従ってペリシテ人の地にいて7年間そこに泊まりました。そして後で7年経った後、彼女はイスラエルに帰ってきました。帰ってきたら、このシュネムの女性はもともと自分が持っていた畑や財産を取り戻してもらわなければならないでしょう。その時神様がどう働かれたのか、それが書いてあります。それが第二列王記8章1から6ですね。ちょうどシュネムの女性がイスラエルに帰ってきたその頃でした。その時の王はゲハシとエリシャが行われた神様の見業についていろいろ話をしていました。その時そこでゲハジがそのエリシャが子供を生き返らせたそのことを言っている、ちょうどその時その女性が王の前に
に出てきて、自分の7年前の自分の財産を返してほしいということを言いました。皆さん、これがどうして神様の素晴らしい御業かというと、考えてみてください。今もそうですが、昔はこのようなことに女性が現れてあれこれ言うのはそんなに許されることでありません。で、この時女性が王の前に直接出てきたということは、自分のご主人は死んだか出なければ、病気かそういうくらいの状況ですね。とにかく、で、その時7年間主人が持ち主がいなくなった場合はその財産を国で管理しているんですが、そういうところに女性の身で行って王に訴えてそれを全部返してもらえるのは難しい、そのような時期でした。しかしここはちょうどエリシャが行った素晴らしいことを王にゲアジが全部言っていて、ちょうどその子供を生き返らせたことを言ったとき、その女性が現れたので、王は彼女に全ての彼女の財産を返してやるように言う、そういう場面が第二列王記8章1節から6節まで書いてあります。私たちはこれを見て、神様は私たちが蒔いたものほんの少ないものでも神様は覚えておられ、後で大きな祝福として返してくださるということが分かります。じゃあ皆さん、この世の中で多くの民族がありますが、その中でよく自然 を表す民族はどこなのかと考えてみました。でも私たちは特に文学などでベニスの商人とかそんな小説を読むと、ユダヤ人はなんとなくとても下地で欲張りのように思われることもあるのはありますが、実際調べてみたらこの世界の国々の中で一番よく寄付する民族はユダヤ人だそうです。で、ユダヤ人は自分たちが寄付するとそれを神様が返してくださるという信仰があるようですね。で、それについても一つちょっと例を挙げましょう。エルサレムの近くにある大きな農場がありました。そこの主人はエルサレムの近くで一番自然心のある農夫と知られていました。それで毎年募金のためにラビが訪ねてくると、彼は惜しまず喜んでその自然を施したそうです。自分の財産をね。で、夫婦揃ってそのようなことを喜んでいた人でした。ところがある年のことです。多分、今年のようだったかと思うんですがね、とにかく暴風もあっていろいろ農作業がダメになって、果樹園と農作業がダメになってしまいました。その上に伝染病があって、家畜もほとんど全部死んでしまいました。そうするとこの果樹園やこの農場を維持するためにいろいろお金を使っていたでしょう。それなのにこんなに全部ダメになってしまったので、債権者が押し寄せて彼の財産を全部差し押さえてしまいました。そして後で残りは小さい土地一つだったんですね。ですからとてもお金持ちだった人が突然貧しくなってしまいました。じゃあ、で、その年も募金のためにラビたちが訪ねてきました。彼らが突然全ての財産を失ってしまったこの人を見たら、慰めるべきだと思って慰めて寄付してほしいとはあえて言わなかったのですね。ただ慰めているところでした。でもこの時この農場の主人の夫婦はどうしてラビが訪ねてきたかよく知っていたから、奥さんがこう言いました。私たちはいつもラビの方々に学校を建てるとか礼拝堂を維持したり貧しい方のために施しするために今まで力いっぱい献金してきました。なのに今年は何も捧げられないというのはとても恥ずかしいことですと言いました。それで夫婦は考えてみました。とにかくこのラビをただ手ぶらで返さ
せることはできないと思って彼らは自分たちが持っていた小さい土地の半分を売ってそれをそのラビに献金をしました。そして自分たちは残りの土地を持って一生懸命働いて食べていこうとしました。ラビたちはこんなに思いもよらなかった献金をもらってびっくりしました。しばらく経った後その農夫は本当に少ししか残っていない地を耕していました。 好きを引いていた牛が突然倒れてしまいました。その時のことです。で、見てみたら泥に落ちてしまったんですね。それでその牛を引き出してみようとして力いっぱいして2人はその牛を引き出してみたらその牛が倒れていたところに何かがありました。それが何なのかと掘り出してみたら宝がいっぱいある亀でした。そしてそれを売って前自分たちの農場を取り戻してまた豊かな人になりました。で、 翌年募金の時になってラビがまたやってきました。このラビたちはこの貧しくなった農夫の子供を思って小さい家去年住んでいた小さい家に訪ねていきました。ところがそこの隣人たちが彼はもうここに住みません、あちらの大きな家に住んでいますというのではありませんか、びっくりして行ってみたらそこでこのような証しを聞いたそうです。箴言11-25、 お腹の人は声、人を潤すものは自分も潤される。これが例の世界の法則です。韓国であった子供を紹介しましょう。ある教会にとてもお金持ちの長老さんがいました。今考えてみたらこんなにお金持ちの長老がどうして自分の家の中で部屋を他の人に貸してあげたのかと思うかもしれませんが、私が小さい時は部屋が家の中で部屋が残るとこんなことがよくありました。でその時も多分植民地の時でそうだったかとにかく、お金持ちの長老が自分の家の残りの部屋を人に貸してあげました。ある日長老が帰ってみたら、その自分が貸してあげている部屋に親子が住んでいるのを見て、ある日その親子が食事をするのを見ました。お父さんと小さい息子だったんですが、真冬の寒い日2人はカチカチ凍っているその湖畔を食べているのを見ました。 長老はとても可哀想に思いました。それで2人を自分の部屋に呼び寄せて温かいご飯と汁をきろぎ手を勧めた。もてなしました。それがその日1日だけではなく、その冬の間ずっとそのように一緒にその貧しいその親子と一緒に食べました。そして時間が流れてその人たちも他のところに引っ越して、それからまた時間が流れ韓国戦争が起こりました。この長老は避難できなくなりました。それでこの方は お金持ちであれ教会の長老であれ、それでブルジョワと言われて、クリスチャンだったでしょう。ですからあれこれの罪に非難されて、それでその戦争の中で人民裁判にかけられました。で、 この人1人だけじゃなく、いろんな人何人かが人民裁判にかけられていました。1人1人裁判にかけられて、この長老さんの名前が呼ばれるようになりました。この長老の名前が呼ばれると、あちらのところ中央に座っていた高位幹部の人が、 高位幹部の人が近づいてきて、もう一度この長老の名前と顔を 確認しました。そして、その人が自分を釈放して、自分の部屋に連れて行きました。そして、長老の前にひざまずいて、おじさん、この人はクリスチャンじゃないから、おじさん、私のこと知らないんですか？私です。サンオです。 寒い冬、私たちを呼び寄せて温かい食事をして、
もてなしてくださったんじゃないですか。私ですと言ったので、そして自分のお父さんが亡くなったということを言いながら、こう言いました。父は亡くなるときこう言いました。絶対そのおじさんの恵みを忘れてはならないと。それで私が本当におじさんに恵みを報いるようになってありがたいですと言って、その長老はその場で命を救うことができたという、これは実際あったことです。自分の施し、温かい食事が自分の命を救う、そのようなきっかけになったのです。で、神様はこの長老の心をとても尊く思われました。そしてこのように働いてくださって、死の影から命を救うように導いてくださいました。ですから神様に豊かな心で捧げるもの、捧げることは、人の目を意識したりするのではなく、このように人を配慮して、そして憐れんで捧げる、そのような心を神様は祝福してくださるということです。ですから神様の御前に捧げる十分の一献金、奉納物に喜んで捧げる、奉納物を喜んで捧げる人は神様から祝福を引き下ろすことができるというのが一の結論です。じゃあ次、第二です。神様のものを盗む場合、第一は十分の一と奉納物を捧げない場合でした。その次、第二、これは神様の財政を盗む場合です。分かりやすく言えば献金を盗む場合ですね。これはもう救いとも関わり、救われない場合ですね。例えばイスカリオテユダがそうでした。イエス様が亡くなられる少し前にペタニにあるシモンの家に行かれました。その時マリアが高価な머리털로이렇게씻기는장면이나옵니다나다르도の行為をその壺を割ってイエス様の頭に注いだことがありました。マルコ14の3から5節ですね。これはとても高価なものだったので、その香りがその周りまで漂ってきました。これを見たら気に入らないと思っていた人がいました。何と言ったんですか。彼はどうしてこれを300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにそうしなかったのかと責めている場面があります。これはマルコ14の3から5節に書いてあります。こう言った後彼は何と言ったんですか。ヨハネ12の6から7を見ると、しかしこう言ったのは彼が貧しい人々の心を心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。ですからイスカリオテユダから見ると、あれは300デナリ以上なのに、それをお金で捧げたならこの金入れに入れといて私が自分のものにすることができたのに、どうしてするのかという心だったんですね。でもイエス様はそれを知っておられたので、ヨハネ12の7、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのですと言われました。イエス様はご自分 の死を知っておられましたので、このマリアという女性がそれを知ったかどうかは関係なく、葬りのためにこうしたと言われたのです。これを聞いていたイスカリオテユダは気を悪くしてしまい、結局これがきっかけになって裏切るようになりました。マルコ14の10節、ところでイスカリオテユダは12弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出迎えで言った。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束したと書いてあります。祭司長たちはとにかくイエス様を殺そうとしていました。杉越の祭りの時、その前にイエス様がエルサレムに入ってこられたら、人々がホザナと言っているのを見て殺そうと思っていました。どうすればあの人を殺そうかとしているところにイスカリオテ
とユダがやってきたので金をやろうと約束しました。いくらでしたか？銀貨30枚。はい、それで宗教指導者たち、つまり祭司長たちと イスカリオとユダの間に銀貨30枚でイエス様を売り渡そうと約束されました。その後イスカリオとユダはその段階別にどうすればいいか計画を立てました。ユダは言いました。この方は神の力を行っているから失敗してはいけないと段階別に計画を立てました。聖書を読むと、まずマルコ14:44、イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。うっかりして他の人を連れて行ったりしてもよくない。だから私が口づけをする人がその人だ。その人を捕まえてしっかり引いていくのだと言いました。でそのためにはあなたたちは剣や棒を持ってこなければならないとまで言っています。それがマルコ14:48です。でイエス様がその時言われましたね。私はあなたたちと一緒にいたのに私は誰だと思ってこのように剣や棒を持ってきたのかとイエス様が言われたでしょう。強盗にでも向かっているのか向かうようにこうしているのかとまで言われました。どうしてここまでしましたか？絶対失敗しないように。イスカリオとユダは家の中の強盗でした。銀30万円で自分の死を売り渡した人でした。でもその時イスカリオとユダはイエス様が死刑になるまでは考えなかったよう、思わなかったようですね。ですから聖書を読んでみたら結局十字架の処刑にされるとイスカリオとユダはそれを聞いた後、あ、ここまでではないのにと思ったらしいんですね。イエス様が十字架で十字架につけられることまでは思いいなかったようで、結局マタイ27:4にこう言います。私は罪を犯した、罪のないの人の罪を売ったりしてと言ったとあります。でもしかし彼らは私たちの知ったことか自分で始末することだと言った。つまり祭司長たちに言って私が罪を犯した、返してほしいと言っても彼らは私たちの知ったことか自分で始末することだと言いました。それで結局彼はどうしましたか？彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。でも大祭司たちはそれをもらって、それはマタイ27:6に書いてありますが、これを神殿の金庫に入れるのは良くない、地の代価だからと言った。彼らは相談してその金を陶器師の畑を買い、ダビ人たちの墓地にした。それでその畑は今までも地の畑と呼ばれていると書いてあります。つまりユダは両親の呵責を受けていたようで、結局自分は外に出て首を吊ってしまいました。それでどうしたんですか？地に落ちてしまって腹わだが全部飛び出してしまったとまで使徒の働き1:18に書いてありますね。でこれを見ただけでも神様の財政を盗むとこんなに惨めな結果を迎えるしかないというのが分かります。また旧約にも書いてあります。皆さんがよく知っているアカンという人がいました。じゃあエリコで勝利しました。ヨシュアとイスラエルの民は、そしてその時ヨシュアは言いました。エリコは初めての戦争で勝利しました のでこの中のものは誠実のものになる。ですからあなた方は誠実のものに手を足すなとヨシュア6:18にしっかり言っておきました。誠実のものにしないため誠実のものを取ってイスラエルの宿営を誠実のものにし、これに災いをもたらさないためであるとヨシュアは言いました。しかしアカノはそこで分取り物を見ました。分取り物を見たらいろんな良いものがありました。そして自分のその欲に勝てずに、結局彼はシヌアルの美しい街灯1枚、銀200シェケル、そして目方50シェケルの金の延べ棒1本を盗んでしまいました。そしてそれを全部持って自分の天幕に戻ってきて、それで地を掘りました。その中に一番たっとい金銀を入れました。その上にシヌアルの街灯を入れて、その上にまた地を埋めました。
そうしながら今は戦争なので誰がここまで知っているだろうかと思ってそうしました。エリコはこれで終わりました。でも次愛の町に侵略していきましたが、愛でイスラエルはもう全く負けてしまいました。多くの人が死にました。それでヨシュアが神様に祈ると、神様は教えてくださいました。あなた方の中で私のものを盗んだ人がいるからだと言いました。皆さん、これは神様に捧げるもの、聖絶のものですね。神様に捧げられた聖絶のものをもし盗んだなら、自分も実は捧げられたものになって結局滅びるようになるというのが聖書の原理です。ですからヨシュア7章12節を見ると、だからイスラエル人は敵の前に立つことができず敵に背を見せたのだと書いてあります。どうしてでしょうか。これは聖なる戦争です。神様の戦争です。なのに神様に捧げられたものを盗んだからです。ですからヨシュア7章12節、彼らが聖絶のものとなったからである、あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいないと言われました。じゃあその盗んだ人が同じように聖絶のものとなってしまったでしょう。ですからその人を捧げなければならないのに、誰が盗んだのかまたわからないということですね。じゃあ神様が共におられないとこの戦争は負けるしかありません。ですからヨシュアは神様にすがりました。すると神様が方法を教えてくださいました。まずヨシュア7章13から読んでください。まず第一、その聖絶のものをあなた方のうちから除き去りなさいと言われました。次には民を清めなさい。それから次、そのように聖絶のものを持っているものを取り分けてその人を滅びしなさいと言われました。じゃあそうすると誰がそのように盗んだのかよくわからないので、もう一度祈ったら神様は方法を教えてくださいました。まずは12部族がありましたね。ですからその部族の大砲を呼び集めてくじを引くようにしました。でそこでユダ部族が選ばれました。そうすると次はユダ部族の中で士族を呼んでそこでくじを引きました。それで取り分けられた士族の中でまた家族、その中で家族の中でその一人一人とか、そのようなくじ引きの方法を通して結局アカンがそこで取り分けられました。じゃあこの時イスラエルの男性の大人の男性の数がなんと60万以上でした。ですからこのくじ引きがくじ引きが終わるまでどんなに時間がかかったでしょうか。ですからその間にアカンはもし自分の方から悔い改めて罪を告白したなら救われたかもしれません。しかしこんな長い時間までもアカンは知らないふりをして、結局は自分がくじを引いて取り分けられてしまいました。そして自分の罪を言わざるを得なくなりました。それで結局ヨシュア7章の最後の部分を見ると、彼が罰を受けることが書いてあります。ヨシュア7章23から24、ヨシュアは全イスラエルと共にセラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒および彼の息子娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコルの谷へ連れて行った。そしてどうしましたか。ヨシュア7章25節、そこでヨシュアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけたと書いてあります。それで7の24節を見ると、主は燃える怒りをやめられた。そういうわけでそこはアカルの谷と呼ばれたと書いてあります。アカルの谷というのは苦しみの谷という意味です。で神様のその厳しい命令に逆らって、戦争の中なので誰も知らないと思って貪欲を働かせたアカンとその家族、アカンが盗んだらそれを持ってきたので家族もみんな見て知っていたでしょ。ですから同じように罪にされました。それで滅
我々ましたは旧約新約にもこのように書いてありますが、今日はどうですか。今日はさらにでしょう。私たちが人のものを盗むことも本当に恐ろしいことなのに、神様の財政を盗むということはありえないことです。ですから私たちはアカンとイスカリオテユダのことを通してこれはどれほど恐ろしい罪なのか、もう一度心に留めなければならないと 思います。イスカリオテユダやアカンのように、この地上ですぐ報いを受けた場合もありますが、ある場合はこの地上でそれが現れない場合があるかもしれません。しかし罪が最後まで神様の御前に現れない、人の前で現れない 前に現されないからといっていいのではなく、結局御前に立つ時、私たちは裁きを受けるようになるというのがさらに怖いことです。じゃあその次、神様のものを盗む財産は聖なるものを乱用したり、財政を勝手に使う場合です。これは献金を直接的に盗んだりはしませんでしたが、神様のものを乱用したり教会の財政を勝手に使う。つまり私は翻訳局の局長です。誰かが翻訳局に参上しました。でもそのお金を私が勝手に使いました。それがいけないということです。これにあたるいろんなケースを紹介します。で、会費を勝手に使ったり、参上を勝手に使ったり、個人が使ったりすること。第二、教会のことで事務用品、文房具類を買いましたが、個人的にそれを使ってしまう。で、 特に今年の夏はとても暑かったんですね。で、特に私は個人的にその7月8月家にいましたので、で、私はずっとエアコンをかけっぱなしでいました。で、私は電気料金がどれくらいになるのか心配して、すべての部屋は全部閉めておいて、私のリビングルームにあるエアコン1台をかけて28度に合わせました。そして、その翌月になって、電気料金を見たらいつもより3万、4万ぐらいになりました。でも 今言ってるのは自分のものはこんなに節約しました。で、私は進学校の総長なんですね。で、進学校の夏で、講義室が、教室が2つありますが、1つの教室でみんな集めて、 みんな集まって勉強するようにしました。でもそこでちょっとうるさいからといって、別の教室に行ってエアコンをかけておいて勉強する人がいると聞いてびっくりしました。さっき私が自分の例を挙げたように、自分の家だったらどうですか。どんなことがあれエアコンは1台だけ使って28度まで高くして使うのでありませんか。で、このようなことも神様の聖なるものを乱用することです。それから 教会の財政で物を購入したりするとき、これを勝手に使う。 浪費すること。例えば自分の家のトイレットペーパーは本当に必要な部分だけまで切って使います。でも教会に来たらトイレに行ってぐるぐるぐる回って熱くして使ったりすること。もしもそんなことをした方がいるなら悔い改めますように。そして教会に子供を連れてきた時、子供たちが教会の献金封筒、教会の新聞など、いたずらでそれを破ったり、 あるいは畳んだりすること、折ったりすること、これもいけないんですね。で、その後また4番目があります。4番目、今は3番目でした。神様のものを盗む3番目。次に4番目は神様の御言葉を盗む場合です。これは偽りの預言をする場合です。道会女先生がとても詳しく説明してくださったので、今日は聖書の例を一つ挙げて皆さんに紹介したいと思います。
됐으면 싶어서 말씀을 드립니다. 느헤미야 6장 느헤미야 6쇼 10세트から 14세트 です 느헤미야 6쇼 10세트から 14세트 です 느헤미야와 이스라엘이 가입되게 정핵을 再建する 使命をいただきました でもそうしようとしていたら あれこれとても妨げる人がたくさんいました 違法人から命を 脅かされたりあるいはあなたが王になるのであとかそのようにいろんな偽りの計略がありました。でそのようなことを一つ二つ乗り越えてきて結局再建を目の前にするそのような時のことです。でネヘミヤ6章10節を見ると私が ネヘミヤ6章10節を見ると私がメダフェルの子シェマヤの家に行ったところ彼は引きこもっておりそして言った。ネヘミヤ6章10節のことです。私たちは神の宮本堂の中で会い本堂の塔を 閉じておこう彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。ここで彼らはこのイスラエルの城壁を再建するのを妨げていた人です。きっと夜分にあなたを殺しにやってくると言いました。 シェマヤがこのように言っているのですね。ネハミヤ6章10節。シェマヤは神の預言者でした。 彼らがあなたを殺しにやってくるからあなたはとにかく命を救うべきじゃない。だから私と一緒に神の宮本堂の中に入ろうと。でもこのように言ったらネヘミヤはこの暗殺の恐れがありました。けれども特にこのシェマヤとネヘミヤはとても仲良し親しい関係友達でした。そのように言っているのにもネヘミヤは11節。 そこで私は言った。私のようなものが逃げて良いものか。つまり私は何者でもない。城壁を再建するためにこちらに来てそのような使命があるものなのにどうして私が自分の命のために逃げることができるのか。私はそんなことはできないと。それが一番の理由でした。その次私のようなものでだれが本堂に入っていきながられようか。私は入っていかないと 書いてあります。どうしてこう言ったかというと、レビ記を見ると、この本堂の中には祭司じゃなければ入ることができないからです。ネヘミヤは総督でありながら、実は宗教的にはキラ神道ですね、祭司ではありません。ですからそこに入ることは神様の御言葉を逆らう、御言葉に逆らうことです。ですからネヘミヤはいくら友達のシェマヤが自分を考え てるように誘惑してもそれをきっぱりと断ることができました。その理由第一はまず御言葉をしっかり覚えているからです。そして自分の使命をはっきりしようとしているからです。そうした理由でまず断りました。その後ネヘミヤに神様が悟りを与えてくださいました。それを見ると ネヘミヤ6の12に書いてありますが、私には分かっている今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのはドビアとサヌバラテが彼を買収したからであると悟りました。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり彼らの悪行の種とし私をそしるためであったと。 結局神様が悟らせてくださったのですね。で彼がその祭司だけ入るところに逃げてしまうと罪を犯すようになりますね。それで彼は石投げにして死んで死ぬようになります。で 結局はネヘミヤをそうするためでそのようなことをしたというのを分かるようになりました。じゃあここまで見るとネヘミヤはネヘミヤ書を読んでみたらどんなことがあれ神様に祈りから始めて、それから終わったら祈る人でした。そしていつも神様の御言葉を口ずさんで祈っている人だったので、自分の友達のシェマヤがどうしてそんなことを言うのかこのようにすぐ見分けることができました。
普通の人ならこんなに命が脅かされている時、親しい友達がそんなことを言ったら、じゃあ1日2日ぐらいでも逃げようかと思うかもしれませんが、ネヘミヤはそうではありませんでした。また読んでみると、ここにはシェマヤだけじゃなく多くの人が関わっていました。ネヘミヤ6章14、我が神よ、トビアやサヌバラテのあの仕業を、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでくださいと祈っています。つまりシェマヤだけじゃなく、ノアデアや他の預言者たちもこのように買収されているということです。それで祈っているのは何ですか？ネヘミヤは神様の御前に、私のことも覚えてくださり、また他の人たちたちがいた仕業を忘れないでくださいと祈っています。ネヘミヤの姿が書いてありますね、6章に。で、まず今日扱ったのは、霊的な盗みは4つがあると言いました。盗みというのは恐ろしいことです。肉的なものでも霊的なものでも、なぜかというと貪欲とつながっていて、世とつながっているからです。で、私たちはもしも知らないうちにこんな盗みをしたなら、私も前回言いましたが、で、それで自分自身のことを帰り見ましょうと言いました。するなら悔い改めて、その後は心に満ち足りる心がなければなりません。貪欲の心があるならば、だんだん大きくなって盗むようになりますね。ですから私たちはまずは自分を帰り見て、いつも満ち足りる心を持って、その後は一生懸命働いてお金を儲けたら良いことに使う、そのような私たちになったらと思います。인간극장이라는프로그램을네それに皆さん TBS 1TV에서네一つ紹介したいことがあります。私が7月の間家にいてテレビを見たことが見ました。そこで韓国の番組の中で人間劇場という、私たちの周りに優れた人がいるなら、テレビでその人を紹介する、そのような番組がありました。でそこに出た人です。その方はハン・ウォンジュさんという韓国、今93歳、今韓国で最高齢のお医者さんだそうです。この方は70年間お医者生活をしてきました。韓国、日本植民地の時、お父さんがお医者であり、 お母さんは教師でした。だから良い家で生まれて、自分も医学大学を出て、物理学者だった主人についてアメリカに行って勉強しました。それで内科専門医になって10年間活動しました。その後韓国に帰ってきて、とてもお金をたくさん儲けるほどの有名な医師になりました。病院を雇っていました。そうしているうち、その50代の小判に物理学者だった主人が突然死んでしまいました。で、この方はクリスチャンだったようです。それでその方は50代ぐらいで主人が亡くなったら、こう思ったそうです。この世はお金も名誉も何でもないんだと悟ったそうです。それからお金をもらって治療することをやめて、今までたくさんお金を儲けたので、その時からは自分の財産を使って無料診療所を作ったそうです。それから40年になりました。そして今は경기도にあるナーシングホームで内科課長として働いています。聞いてみたら、お給料は300万ウォンをもらっていますが、自分はこのお金を使うところがないというんですね。それでインタビューする人が、どうしてここでこんなに苦労してるんですかと聞きました。なぜかというと、そのナーシングホームなので、そこには地方省の人が多くいます。ですからこの方に、もうあれこれとてもとんでもないことをよく言ったりします。でもこのお医者さんは、その地方省の患者に友達のように、家族のようによくしてあげていました。ですから記者の人が聞きました。
こんなことは大変ではないんですかと聞いたら、この先生はこう言いました。あの人はもともとそんな人ではなく病気だからこう言うんです。だから私が理解しなければならないと言っているのです。じゃあどうしてその方はここに来て働いているのか。この方は実は93歳のお医者さんですが、そのナーシングホームにはほとんど同じような年の方、下の方が入ってますね。でどうしてこの方がここで働いているかと聞いたらこう言いました。私もいつかは神様が私を召してくださるだろう。でもし私も弱くなって弱くなって自分で自分のことをどうすることもできなくなるときは、このナーシングホームで私を世話してくださると思ってここで働いているということも聞きました。立派に成長した子供たちに迷惑かけたくないと。私はその番組を聞きながら恵みを受けました。私はこの方より23歳も今若いのに、私はどのような生き方をしているのか、とても恵みを受けました。皆さん、私たち本当にこのずるい人にはなってはいけません。一生懸命働いて、勤勉に働いて、良い方法でお金を儲けて、この方のように良いことをする私たちになりましょう。父なる神様、感謝いたします。今日は盗んではならないについて説明しました。私たちは知らないうちに盗んだこともあり、時には良心の呵責を受けながらも人のものを盗んだことがあるのでありませんか。神様、この時間そのようなことがあったなら悔い改めの霊を注いでくださり、私たちが悔い改めるようにしてください。そしていつも満ち足りる心になって、自分は勤勉に働いて、人に良い技をしながら生きていく私たちになるようにしてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。映像で用意された同会場先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵だらくまサタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、土を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。
御子守の祝福も与えてください。御子守の祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵だ悪魔サタン、空中の敬意を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。我らの涙